リム。はい、ここだ。燃えてない？ああ、飛ばしてきた。この野郎。もう終わったでしょ？になるなよ。やめて。分かったから。なんとかね。俺はグラスゴー育ちで。よし、蹴って落とせ。てめえよ、そもそもで生きづらい。私が仇を討つ。何とかしてお城へ行かなくちゃ。このロープだ。このロープ、あ、こっちじゃない。どうだ、どこどこどこ。よし。
よし、大丈夫か。オッケー、行くぞ。ここはロック切られるんだよな。今やる。早く。俺がやる。ナイスショット。ナイス。敵は仕留めたぞ。安心して登れ。はい。どうした？グリムが人質に取られて、私が武器を捨てようとしたら敵と一緒に谷底に。あの野郎、頑固にも程がある。ごめんなさい。いや、謝らなくていい。必ず脱出しよう。無事に島を出たら手厚く弔ってやろう。お城に近づいてみる。また援護してくれる？もう、ああ、ライフル。城の壁までライフルの射程範囲内だ。それに協力 してもらいながら次進みましょう。よし、こっちは取るもんないし。こちらは救助ヘリ N888RC、 救難信号を受け貨物船トリニティ号から接近中。こちらエンジュランス号のコンラッドロス、応答せよ。ララ、聞こえたか？もうすぐ救助のヘリが来るぞ。ロコネ、愛を送る準備。サムたちは私が助けに行く。いや、待て、俺が。さっきのパイロットとは違う。みんなを巻き込んだのは私。レベル2ならないか、取れないかな。とりあえずあんた、ショットガン、ショットガンはもういっぱいだからな。ライフルも強化済み。ハンドガンはね、あんまり使わないかな。アーチャーにしよう。弓も終わってるし、これも終わってるし、ハンドガンでいいや、とりあえず。よし、どう進む？あ、あの橋はかなり守りが厳重だ。じゃあ何かアイディアは？かなり危険だが、橋の下を通ればなんとかなるかもしれん。うん、だいたい予想がついてた。大丈夫、俺がずっと援護してやるから。橋の下通ればいいんだな。いつでも撃てるぞ。オーケー、よろしく。おお、
しいぜ。例の女は捕まったのか。心配するな、そのうち向こうから捕まりに来る。失敗したらマサイアスに俺の餌にされると。失敗したらな、心配ない、太陽の女王がついている。太陽の女王はあの女の味方じゃねえのか。なんだ。おおやばい。あら、大丈夫か。心配したぞ。危なかった。ジャンプ。よし。よし。お、いるいる。待て、動くと見つかるぞ。まだ。はいはい。およし、行け。よし。待て、動くな。今仕留めてやる。今だ。はい、どうぞ。待て、まだだぞ、まだだ。よし、よし、もう大丈夫だ。ありがとう、これで貸し借りなしね。やら、危ない。ああ。出たかい。よし。一緒に落ちたー。危ねー。落ちたぞ。逃げろ。ジャンプ。ああ。やる気なのか。みんなを助けて必ず戻る。約束する。雨降ってる。ここはどこ？よし、取っとこう。兄弟たちよ、よく聞くがいい。この島にたどり着くまで我々は価値なき存在だ。しかし今は空として生きている太陽の女王の子だ。女王が我々をこの島へ誘われたのだ。お前たちは自由を求めるこの島からの脱出を望んでいる。しかしそのためには女王を解放せねばならない。我々同様女王も囚われの身。女王を解放すれば我々も自由だ。この女にはこの土地の血が流れている。この女こそ鍵かもしれん。炎の儀式で真実が明らかになるだろう。イミコ、囚われし古の女王よ、今こそ語れ。何者だ。
か捕まっちゃう。ブラジミルのパンダ。おいおい。ドミトリー、ニコライ。その女をこちらへ。なんだ。死に直面した時持てる力の全てで抵抗するのは生物の性がだ。お前の心境が分からぬわけではないが、あいにく私は慣れている。今こそ耳を傾けよ。女王の御事の理を聞け。響こよ、語りたまえ。この恩返し御事を授けよ。サム、ごめんね。サム、サム、こっちを見て。やはり、この女は。もうすぐだ、お前たち。我々は生まれ変わるのだ。鉄拳の前連れて行け。お前の戦いは終わりだ。どこに落ちたんだ。ここから落ちたらまず助からない。降りてみよう。真っ赤な気にしたです。ここはもう雪は弓しかないから、かなり節約して使いながら進みます。あんまり無駄に使わないようにして進まないと後で苦労するから、とりあえず大切に。まだ矢はこの辺か、矢はここで見つかるから。あとはここ、こういう炎をファイヤーアロで急いでいかないと死んでしまう。よし、ここで一回。あら、とこれを感じる。この島は異常よ。よし、あ、こっちにあった。うまいそう。よし、こっちにも矢がある。よし、こっからが本番。無駄な抵抗はやめろ。楽に死ねると思う。ひどい。ひどすぎる。よし、ここはこっちから無駄ことしなくてね。やろう。とりあえず
varios seguro de ir a algo.全て取ってからに、うん、この辺もなんかある。とりあえず進んで、現れたら回しちゃう。次はこの音これしかないからうまく使おうしかない。お、これしちゃった方がいい、楽になるで。はい、持ち上げるよ。うちに使いすぎる。あ、こっちにある。そしたらもう一周回ったんで、とりあえずこの中入るからこのガスを開けときます。はい、そしてこれでやると爆発する。あとは上へ行けるんだけど、この辺に敵がいるので静かに行かないと。またガスと電波しったしねえとダメだ。下が緩んでたら次の当番の連中にやらせようぜ。おい、さっさとそらせてこいよ。ただ勝負ついてねえ。分かってるよ。囚人どもが火でもつけたらどうなると思う。くそ、分かったよ。あそこは苦手な。俺が調べてくるから、お前はここにいろ。助かるぜ。よし、その間にここのアイテム取っとこう。まずはこいつを倒しちゃう。いるか。いいだろ、どうせ負けじゃねえか。だよ、またかよ。しょうがねえな。まずはこいつを仕留めて、こいつも。よし。アリス。おっ、すげえ。とりあえずこの上なんかある。キャンプ、それではアップデートできないから、プレイできないからこれ取れたいのに。18世紀初頭のものね、うん、貴族の要人の葬儀ではこういう黒い絹の扇が使われたの。
し、あとはここにも弓あるんで槍を取っといて、あの上に登るんだけど、あのままじゃ登れないのでこれを開けてみます。そしてここ爆発させて、あの箱を押す。これでいける。あ、こっちもなんか箱があったな。よし、OK だ。あとは全身。こちら、ここにいるやつらをこのガスとで爆発させる。ダメだ。はい。おお。まきで撃ってきた。はい、こいつで最後かな。よし、全員仕留めた。まあ、上行くんだけどちょっと下になんかあるから、これで物を取っときましょう。2人飛んでたな、さっき。よし、これで あれ燃やす？無理。よし、ファイアスターターが取れた。チャレンジアンロックか。よし、もう何もないようで、これ行こう。後ろから、おいし、我らの心は恩義を託す。炎が我らを、こっちは、恩義は太陽、そして光。いっぱいいるんで、やたら戦わずに、またある時は生き通る夜の嵐。ファイヤーを使って爆発させちゃいましょう。よし、これみんなピンクっとくからな。そうしないとやられちゃった。よし、ここで降りられる。よし、あとはすげえ燃やされてる。かわいそう。よし、
に行くんだけど、普通じゃ開かないんで、一旦このガスを開けます。で、岩でこれを引っ張って、これ手前に来るんで、その後これを爆発させればあれ開くんで、引っ張るとあれ押さえてくるんで、あとはここで、ガス早く逃げよう。ああ、またこっちにいるな。ここはもう一人ずつ仕留めるしかないから。助けてもらったの、グリムに。グリムは私の身代わりに。嘘でしょ。グリムは不死身だと思ってた。敵に体当たりして私にチャンスをくれたの。今救助のヘリがこっちへ向かってる。サムは別の場所でしょ。ホイットマンはここまでたどり着けなかったんじゃないの。セレブだからスイートにいるのかもな。ホイットマンもサムも助ける。でもまずはここから出ないと。なんとか方法を探ってみる。もう一回やれば外れるかもしれない。みんなを助けるのが今の任務です。よし、せーの。とりあえずあとはこれ全部崩れてなくなるから、せーの、ジャンプ。何かがあれば取っとかないといけないんで。太陽の精霊の話をしてた。太陽の女王ね、ヤマ大国の統治者。でここに、つまりそう、このガス、ここは山大国ってことか。うん、そういうことみたい。ね、それはびっくりだね。これでガスを爆発させる。予想してたのとは違うんだけど。やったー。ここでいける。ここは危ない。床が崩れ始めてる。大丈夫だよ。とにかくここから出してくれ。その調子だ。はい、出してあげるよ。ね、はい。見たやめだめだな。一回ここやって上上がったところでまたこれを爆発させます。おい、そこが抜けたぞ。やば
そこがない。見えなくなっちまったぞ。脱出しないとやばい。そこやまずい。ララ、気をつけろよ。で、あっちに移っています。やばい、落ちそうだ。ララ、急いで。もうあまり持たない。急いでくれ。ララ、急いで脱出しないと。まずいぞ。あれですんだけど、見て、向こう側に光が差して出口かもしれない。とりあえずガス開けます。檻をあっち側に移って飛び降りよう。よし、とこっちの方に開けます。行くぞ。風があって、これが合図したら、これ体重をかけろ。一つが無理なんだよな。両方爆発させるには、両方一遍打てるように、こっちから打った方が、両方一緒に打てる。よし、これでいけるはず。よし、助かった。さすがに冷やっとしたな。分かった。行ってて。サムとホイットマンを助けてくる。おお、危ねえ。脱出したけど、ここは崩れそうだ。なんで分岐点を設置した。ヘリはもうすぐ到着する。ララのことだ。壊れるぞ。何人も逃さぬ。墜落の前に日本語で聞いた言葉。埋葬室にあった壁画。どうしてマサイアスがこれを。ああ、今日はこれで最後しよう。遅いからな。
カサこそ無事だったの？何があったの？私が抵抗しないと分かったら自由にしていいと言ってくれてね。みんなは捕まってたのに？武器がなくて助けられなかった。サムはそこにいるが、ソラリは人類学上貴重な資料だよ。異常な殺人集団でしょ。早くみんなを助けないと。ああ、もちろんだ。でもここで見張ってるから、安全になったら呼んで。分かっていないようだな。サマンサ、お前は選ばれたのだ。これは素晴らしい名誉なのだよ、我々にとってもな。もう見つからないと疑い始めた者もいたが、ついに見つけたのだ。あなたは私を特別扱いしてるけど、勘違いだから。こっちから願い下げだから。お前の意思は関係ない。お前の存在が特別なのだ。お前には卑弥呼の血が流れている。お前も自覚しているのだろう。あなたはどうかしてる。何が目的なの？ありもしない論理や道理を求めているな。私もかつてはそうだった。船が助けに来ると信じ、飛行機は決して墜落しないと思い込んでいた。うちに帰らせて。私も同じ思いだ。ずっとこの時を待ち望み、一生を捧げてきたのだ。私が脱出を試みなかったと思うか。この島から我々は囚われの身だ。しかしサマンサ、お前には新たな夜明けをもたらす力がある。その力のため、どれだけの者が魂を差し出したと思っている。火の手が回っている。もう一人の女も消えた。潮時だな。ドミトリ、この女を見張れ。もう大丈夫。安心して。私の武器。どうやって脱出するの？マサイアスが戻る前に逃げる。ホイットム、博士、どこに行ったの？ホイットム、ラナ、逃げるんだ！捕らえろ！戻って！早く越境の前！いいから逃げて！別の出口を探して！